伊佐市の大口東小学校で昔の遊びを楽しもうという授業が行われました。これは地域の人たちとの触れ合いの中から子どもたちに考える力や思いやりの心を育ててもらおうと行われたものです。1年生の児童は伊佐市のレクリエーション協会の人たちに教えてもらいながら駒回しやあやとり、お手玉、折り紙などの遊びを一緒に楽しみました。羽根つきは正月の雰囲気を出そうと着物を着て遊びました。撮影は伊佐市の MBC ふるさと特派員坂本勝子さんでした。